よいしょっと。はい、どうもこんにちは。にわかつおチャンネルのナビゲーター、まるいくんだよ。今回は、美しくない昨今の日本語シリーズで、勝手に〇〇を作らないでってテーマでお話ししたいと思うんだ。〇〇に入るキーワードは3つ。対義語、表現と形容詞だよ。今日はその中から最近すごく気になっているおかしな表現のことをお話しさせてほしいんだ。一番よく聞くのが飲食店でなんだけど、これはもう当たり前のように使われてて、とっても気になるんだけど、何々の方っていう表現なんだ。まずお店に入ると、いらっしゃいませ、お席の方こちらでよろしいでしょうか、みたいなのから始まって、メニューの方お持ちしました、日替わりランチ A の方ですね、かしこまりました、お待たせいたしました、日替わりランチ A の方をお持ちしました、空いたお皿の方お下げしてよろしかったでしょうか、お会計の方こちらとなっております。ざっとこれくらい何々の方って言われるよね。そもそも何々の方っていう日本語の表現は、どちらかを選ぶときとか、いずれかの方に向かうときのような選択や方向を表すときに使う言葉だと思うんだけど、それで言うと当てはまるのは日替わりランチ A の方ですねくらいだよね。日替わりランチには A と B があって、お客さんによって注文がまちまちだったとしたら、確認のために A の方ですねっていうのは正しいよね。でもあとは全部おかしくて、お席の方ってお席か何か別の場所から選ぶわけじゃないし、お店が複雑すぎてお席がどの方向にあるかわからないってこともないと思うから、これは罰だよね。メニューの方ってメニューもメニューかなんか別のものから選ぶものじゃないから、これも罰。空いたお皿の方、この言い方を無理やり解釈して、まだ料理が乗っているお皿とどっちのお皿を下げようかなって迷っちゃって、お客さんに聞いてるんだとしたらありかもしれないけど、お会計の方、これはもうどの方だよとしか言いようがないよね。で、これ全部何々の方って言わなきゃいいだけのことだと思うんだけど、いらっしゃいませ、お席こちらでよろしいでしょうか、メニューお持ちしました、日替わりランチ A ですね、空いたお皿お下げしてよろしかったでしょうか、お会計こちらとなっておりますね。何の違和感もないでしょ。わざわざ何々の方ってつけて言うのは、そうすると言いやすいのかな、ラップを歌うみたいなノリ、リズム、そういう新しい表現なんだとしたら、もうついていけないよ。今日はおかしな表現、何々の方についてお話しした。